ますね。ロンディーネとクシャルダオラですね。じゃあこれ行きたいと思います。よろしくお願いいたします。はい。教官出陣。貴殿との狩猟楽しみだよ。はい。実は今日撮影してるのが9月16日なんですけど、はいはい、そうだね、なんかくれんのかな、またこんなとこに来ちゃった。そうで、昨日ね、ちょうどどこに行けるんだ、第2弾のタイトルアップデートの、発表があったんですよ。いるじゃん。で、そこで発表されたのの中で武器の重ね着めっちゃ熱いの来たなと思って、あー、いる。ちょっと行っていいですか、これ。ここか。ごめんね、ちょっと行っていいですか。タイトルアップデートの話しながら、あれだな、見えたな、ちょっと一瞬。ごめん、許されなかった。許して、お願い。いた。ヤサカラス。よかった。武器のね、重ね着が来るっていうのを、ちょっと、荒ぶってる。聞きまして、かなりテンションが上がりまして、ってやったーってなりまして、嬉しいですね。 あそうだ、これやろう。笛は私全部作りたいから一応作ってるんですけど、防壁っていうちょっと素人にはちょっと担ぎづらい音色があるおかげで、あら、これはなんで今防げなかったんだろう。一応剣には盤石つけてるんですけどね。私クシャ久々だな、そういえば。はい、狙われています。そう、防壁のおかげで担げない笛が結構あるので、でも見た目は好きなのになーっていう笛があったから怖い怖い、だからその笛が、うわ全然吹けない、貸してくれ。はいはい、これ多分回復もするからこのまま置いとこうかな、これにしとこうかな。すごく嬉しいですね、やったーと思って。武器の重ね着って多分シリーズでも初ですよね、私ほとんどやってるんで。あ、フロンティアとかではあったのかな、ちょっとフロンティアは分からないんですけど。あ、ちょっと取れなかった、嬉しいなと。防具はね結構あったけど楽しみです。それを早くねやりたいですね。いろんな笛の重ね着作りたい。タヌキとかね、めっちゃ見た目可愛いのに全然担げないっていうあと王国なんとか笛ね。まあ防壁なくてもちょっと担ぐの微妙かなっていう笛もまあぶっちゃけあるので。あら、またどっか行った。あ、なんか誰かいる。五社秀夫監督だ。ちょっと肉食ってからでいいですか。あ、僧侶できた。ゆっくり好きありって言ったね今。はい、エルだ、エル。えい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 
A、 我らに不可能はない。 B、 感激。 A、 一気に攻めかかろう。 A、 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 もうちょっと早く早く早くダメだ、間に合わない。よし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 、挿入完了。見事な挿入、いい感じだ。ちょっとこれが取りたいんだって、いいペースだぞ。あー、これでいっか。回復ねしたいしね。いやはははー、はーい。ちょっとごめん、クシャのことあんまり見てなかった。あーははは、怒られた。いや楽しみですね。これでちょっと楽しみがまた一つ増えた。ちゃんと笛を最終効果まで全部しなきゃなって思ってます。あトロニーネちゃんと同じ服着てきたのもまだ全然触れてなかった。いやー、全力でいくよ。だから防具の重ね着と武器と合わせられるっていうのもいいですよね。まあノラとかで何担いでるかちょっと一瞬分かんないっていうのもあるけど、まあでもそれはお互い様だからな。これなんで防げないんだろう。竜風はあったら防げないのかな。剣女盤石、私もしかして棒つけてない。強敵にされてるぞ。うわー怖いよー。あー殴られた。あれーつけてないか、これまさかの忘れてるかな。剣女盤石ちょっと前にね作った防具だから。うえーい、あーダメだった。剣女盤石5だったら多分防げるんじゃないのかな。行っちゃった。行った、どこ行った、どこ行った、あれ頼むよ。どこ行っちゃった。アモンさんからもらった砥石、念入りに磨くといい。はい、ありがとうございます。そう、防具とね合わせられるしね。グレゴリアとかね、めっちゃ見た目好きなんだけど全然担いでないから今避けられた。あー怖い、こんな踏みつけてくるのとかあるんだ。レウスみたい、レウスも踏みつけてくるのがありましたよね。なんか名誉クエで行くとこういう攻撃あるんだっていうのすごいわかる気がする。マルチだとねいまいちよくわかんないですよね。ごちゃごちゃしてあっという間に終わったりするから。クシャはでも本当に、あ、お、避けてた。全然勝ってないな。あ、乗れる、乗れます。はい、あでも赤いやつはあれか、なんか攻撃力が高くなるみたいなやつですよね。どこだどこだ、ここ、はい、 YB、 うわい、どこ行く、どこ行くよ君は、君はどこ行こうというのだね。おー、なんだ、なんで倒れた今、何があった。なんかね、睡眠のなんとかマキナみたいな笛も結構見た目がいいんですよね。これちょっとしやろうか。心強きお供よ。すごい食らった。うわー、これ大丈夫か、大丈夫だった。わー
おお、攻めかかろう。いやで、一つ気になってるのが、こう重ね着をした笛の音になるのか、それとも元の笛の音のままなのかっていう。多分ね、私は重ね着の音になると思ってるんですけど、笛はそれもちょっと重要なんですよね。音色っていうやつですね。あの普通のこういう気絶無効とかの音色はもちろん元の笛のものだと思うんですけど、あの笛を振った時の音ですよね。それが割と重要なので、あんまり聞こえないんですけどね。やっぱ見た目と音ってちょっと大事なので、全然そぐってないのもおかしいしね、やっぱり。はいはいはい、くるー。え、今避けた今すごい渾身の避けたぞ、避け方したな。あ、これは避けれてるね。あ、避けれてるというか、お怒りのようだね。ひるんでなかった今自分が。あ、でんでんでんで、おお、先行もしてくれる。そっか、罠できないしね、古竜だから。ちょっと全然頭に当てれない。頭壁にめり込んでね。追いかけよう。どこ行った。あー、全然なんかでちょっと狩りに集中できてない。ナイス。あ、あそこラージャンいる。ラージャンいるね。共に行こう。お見事だ。ピカピカになれ。いや楽しみですね。私も愛用しているよ。愛用してる？ここだよね。これ食べよう。縄張ってるかな。縄張ってる？縄張ってて？縄張ってないな。お互いが自由に過ごしてるな。あ、縄張ってる。縄張っていいよ。争い合い。あ、ソリは、ソリ？よし。ちょっと今取ったから、あれを。ありがとう。ちょっと強いと思います、このラージャンは。えい！いいよー。はい。えい！えい！しかも雷だから、いいんじゃない？すごい。こいつの天敵じゃない？えいや、強いよ。まだまだまだ。まだまだまだ。えい！もう一回。もう一回、えい！できなかった。よし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 。ありがとう、私の代わりに。弱らないな。しかし弱らないな。全然攻撃当てれてないんだな私。よしよしよし。当てろー、当てられろー。あ、ダメだー。あー怖いー。これはもうダメだな、当たんないな。無理無理。あ、よく自分今避けたな。適当に避けてただけだったんだけど。要注意だ。避けろ。はい。わーい。はい、わかりました。あと何気に防具も多分ちょっと強化できるんですよね。なんかそんなこと言ってた気がする。私絶対最大にしたいんで。痛い痛い痛い。毒ったかな。あ、行っちゃった。あ、ロンディーネのとこ行った。活躍しよう。お願いします。それ、すごい遠くでやってる。ゴシャさん、ゴシャヒデオさん。全然終わんないな。
あ、弱った弱った弱った、よしよしよし。あー、ゴシャさんに当たってる。あー、あー、いいか、大丈夫か。あ、こんなのやっちゃった。違う違う違う、私あの強打、強打やりたかった。あー、ほらほらほら、どこ行った。うわー、すごいの投げてきた。はいはい、痛い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 。あ、でもなんか当たってたね、今300いくつ。あー、ダメだー、ちょうどすごい切りもみ回転した今ちょっと待って。あーあー、ダメだ、焦らないで、諦めないで。まあ、この動画が多分私がアップするのが、おお、終わった、いいとか。その第2弾アップデートの、後だと思うんですけどね、9月の終わりぐらいにアップデートがあるみたいなんですけど、その後だと思います、この動画が実際にアップするのは。楽しみだね、楽しみがちょっと一つ増えました。あ、大宝玉出たな、大宝玉欲しかったんですよね。やったー、バハリンとこで交換しようかなと思ってたんだ。ありがとうロンディーネちゃん。そう、私お揃いにしてきたんだよ今日。全然言ってないけど、どう？ 2P カラーを意識してみた、どう？ポーズ、あのこっちの方がいいんだっけ。ポーズセット、ポーズセット、キュートポーズ。イカがどう？どう？これ。いいよね。かわいいと思うんだけど。でもこの緑やっぱかわいいな。同じ色じゃどうかなと思って。2P カラーを意識してみた。うん。あ、ヤサカラス取ったもんね。でも大宝玉は、報酬では出なかったか。あ、でも嬉しいな、大宝玉出たの。ほんとあと1個欲しいんだけどね。はい。15分結構かかったななんか気もそぞろで勝ってたからな。おう、いや、うん、あ、貴殿、今回は私の頼みを聞いてくれて感謝するよ。仲間も無事に救出されたようだ。あ、なんかそんな話だったんだっけ、全然読んでない。どうやらちょうどウサ団子の材料を運搬している途中だったようで、日の絵城も大層喜ばれていたよ。今回のクエストは私が貴殿に直接依頼するような形だったからね。お礼もこちらで用意させてもらった。なんだろう、よければ使ってくれたまへ。あー、また防具だ、シャリテ。へー、ありがとうございます。シャリテなんだろう、ちょっと見に行ってみようかな。ちょっとせっかくだから、じゃあこっちで見るか。ハモンさん、北のハンター、わ、久しぶり、ハモンさん。どうする、シャリテって言ってたよね。シャリテシャリテシャリテ、これだ。へえ、なんだろう、やっぱなんか歴代のさ、受付嬢の防具みたいなありますよね。これとかもそうでしょ、これとかこれとか、うん、それのうちの一つってことか。へえ、耳栓とか私が好きなやつ。でも耳栓はね、権利盤石が出てきちゃったから、だいぶ必要なくなってきたけど、必要はない。でも私が好きな、時間はいくらでもある、なんか装備じゃない、スキルがついてるな。で、メガネなのもちょっとポイント高いね。あとなんか腰にぶら下げてるこのやつも可愛い。へえ、わかりました、ありがとうございます。自分の用事ならここに来い。ありがとうございます。というわけでね、また引き続きやっていきたいと思います。じゃあちょっとこれ引いとくか。あ、やった、はい、そんな感じでまた引き続きやっていきたいと思います。そう、トモもね、今日は駆者の装備にしてたんだ。というわけで、また次のクエストでお会いいたしましょう。